てくれるのはね、ありがたいですよ、とっても。ゆずぽってスタイルがいいけど何してたの？何もしてないです。あのね、私のね、お母さんのね、そう、おばあちゃんが、そう、スタイルがよろしくて。遺伝ですね、ありがたいです。でもね、妹もね、別に短くないし、と長いんですよ、妹も足。ママもスタイルいい。そう、血を引き継いでおります。声かければよかったな。いや、全然、でもなんか家族といる時とかに声かけられたりとかしたらちょっと気まずくなっちゃうから、まあ後でどこかしらで伝えてくれればいいんですけど、まあ、なんかあからさまになんか一人でいるなって時とかは全然声かけてくれても嬉しい。まあ家族といてもいいんですけどね。とりあえず嬉しいって話。こんばんは。やっほー。でもそんなあれでしょ、遭遇しないでしょ、メンバーに。します？したことあります？ファンの人は。あ、見かけたとかありますか？ないのかな。ぼちぼち投票してるよ。ありがとうございます。ありがとう。ツイッターも見かけたらいいねしに行きます。父さん帰ってきたかもしれない。ああ、でもある人もない人もいるよね、やっぱり。お父さん帰ってきたわ。お父さんお帰り。お帰り、お父さん。ぜひ声かけてください。嬉しいから。嬉しいからかけてください。まあ緊張するよね、普通に考えても。緊張するよね。サイリウムありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。赤と黄色。イエーイ。ありがとうございます。いつもお帰りってカバン持ってあげるの。あげないですよ、そんなことしない。だってお父さんのカバン重たいもん。めっちゃ重いの。私のね、お仕事行くカバンよりもはるか重たいわ。何入ってるんってぐらい重たい。っていう、本当に重たいの、マジで。見ました？あのかなさんのツイート、もう嬉しい、私とっても嬉しい。いや、もう同じ気持ちよ、ファンの人と。もうかなさんと一緒にこの間なんかカフェ行ったんですけど、もうファンとメンバーみたいな感じでしたもん。 そう、めっちゃ緊張して、そうファン対メンバーみたいになってた。そう、ファンとメンバーがもうカフェイベントかなみたいな。 そうか、そういう感じですよ、本当に。でもすごいね、いろいろな話聞いてくれたりして、ティーンズユニットも頑張ってねって言ってくれたりとか、
もう嬉しくて嬉しくて、なんかもう可愛い人にさ可愛い可愛いって言われるとさ、いや本当に思ってるんかなとか思っちゃうけど、本当に思ってると思って受け止めます。嬉しいです。かなさんはいつもね妹にしたいって言ってくださるんです。それも本当かどうかわかんないんですけど、とにかく嬉しい。いやあんな美人なお姉ちゃんがいたら一生自慢なんだろうな。いいな、いいな、いいな。あ、豆ありがとうございます。ありがとう。いやあんなお姉ちゃんいたら私同級生とかに自慢しまくるんだけど、どう、私のお姉ちゃん可愛くないってこうやって写真見せる絶対。いやー 自慢しまくる自分が目に見えてるよ今。そうなんかね、かなさんから聞いたんだけど、まあ、私も会ったことないから分かんないんですけど、かなさんのお姉ちゃんも私のこと可愛いって言ってくださってるらしくて嬉しい、とっても嬉しい。いやーかなさんであの顔だからさ、お姉ちゃんとかめっちゃ美人かもしれん。わーん嬉しい。っていうのを MV 撮影の日にね、そう言ってくれたの。かなさんがね、そうお姉ちゃんもゆずぽも可愛いって言ってくれる、言ってるんだよって。わ、うん犬に否定されてる気分なんだけど。そんなわけねえよって言われてる気分なんだけど、そんなことある、そんなことある、そんなことある、調子に乗ってんじゃねえよって言われてる気分なんですけど犬に。そうちょうどいいところで泣いてくるんですよね、すごい、すいませんすいませんすごい泣いてくるすいません、調子に乗りましたごめんなさい。そう私がねここに引っ越してきてからマジずっといるんよ。そうなんかもうちっちゃい頃とかも怖い印象でしかなくて怯えてた、ううって今はそんなことないけど。名前は知ってるの？知らない知らない、聞いたことないけど、今の鳴き声聞いたらわかると思うけど、結構かなり大きめの犬で、よく公園でしかウィンクしないんですかって言われるけど、公園でしかしません、公園でしかしないんで、ぜひ公園で見つけてください。よくね S 押しでする、 S 押しってしやすいんですよねそう S 押しってしやすいの、ウィンクポイントたくさんあるからいいんですよ。可愛いのギフト一つありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。もう11分だ、そろそろ終わろう。昨日ツイッターでウィンク流れてきて、流れてきて惚れた、ありがとうありがとう。ウィンク見つけてください見つけてください。1回はするから、昨日とか2回とか3回とかしちゃったから、ちょっと調子乗ってるから最近調子乗ってるからウィンクして、
ありがとうございました。今日もまた明日配信します。明日何時からしようかな。朝するべきかな、やっぱり朝するべきかな。どうしよう、迷う。ありがとうございました。バイバイ、また明日。今日もインスタのコメント返してから寝ます。寝落ちしないように頑張ります。バイバイ、ありがとうございました。またね。今日も一日お疲れ様でした。バイバーイ、ありがとうございました。